はい、こんにちは。三宅模型三代目店主、三宅和明と申します。ちょっと間空いちゃいましたけれども、240ZG こちらの方をの内装の方を組みましたので、ぜひぜひ見てっていただければと思います。きっちり塗装してやっております。はい、始まりました。いやー、ちょっと開けちゃったね。久々ですね。久々ですね、なんかね、前回のね、オープニングの時にさ、はい、俺確かね、アロハシャツ着てるんだよね。はい。だからね、結構開いちゃった、なんかお盆ぐらいからさ、バタバタしててちょっとね、なかなかこうがっちり座れなくて、そうですね、まあ外もすごい荒れてますね。これね、これ荒れてる時期だったね、ちょうどね、再開したのがね、なんかまあまあこういう時が暇だからさ、これでこう内装にかかり始めたわけですよ。はい、内装も結構細かいんですよね、これね。うん、細かいっていうかね、そうだね、すごいしっかりできてる。シートの再現とかもめちゃくちゃいいし、インパネ周りもすごくいいし、まあまあこれから今作っていくんだけど、まずはね、パーツを切り出して、で、あのバスタブ型になってるんだ、はい、コックピットの中見えるところがね、はいはい、でそれを今作っていってる最中ですね。これもちろんシフトノブとかそこら辺も部品として部品で、そうそうそう、あるあるある、アクセルとか、クラッチとかのペダルもあって、ペダルもある、オーディオ関係もあるしさ、オーディオもちゃんとスポット入る。そうそう、あ、いや、一個一個ではないけどね。で、今黒いサフを拭いて、でジャーマングレー、真っ黒じゃなくて、あの内装はさ、ビニールレザーの黒でしょ、はい、あれ革なのかな、ビニールレザー、ビニールレザーだと思うんだけど、で、なんだ、マットの部分っていうか、あの肝の部分はちょっと明るい色っていうことで、一応ジャーマングレーの指定になってるので、はいはい、そこのところをジャーマングレーで塗っ、先に全体的にジャーマングレーで塗って、で足元だったりとか、後ろのね、ラゲッジの部分だったりとかをこう、マスキングして、これから黒を拭く感じになりますね。それでマスキングして、そう、ただね、完成がほぼ見えないので、ここのところは皆さん黒単色でやってもいいかもしれない、マスキング結構大変だった、そうですね、見てるだけで。そうですよね、そう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 、このマスキングがね、意外と大変だったので、ここ黒単色でいいんじゃないかなって思ったな。そう、動画だとさ、手抜いて作ると手抜いた箇所も映っちゃうじゃない、なんとなくこう見えないとこも手抜けないよね。なるほど、そうそう、まあ、でそういう細かいところまでこう作り込んでるから、ちょっとね、時間かかるんですよね。そうそうそう、ここはでも省略してもいいような場所ではある、ある、うん、って思う。だから初めから黒サフの後すぐセミグロスブラックを吹いてれば、今のところのね、尺はいらなかったっていうね。そう、これでシャーシと、あとそれ以外のパーツ、ペダルだったりとか、あと椅子だったりとか、その辺にこうセミグロスブラック塗って、でマスキングを一回剥がして、うわ、ほんと実写みたい。剥がすのも大変ですね。そう、ピンセットとかでね、つまんで剥がしていくんだけど、やっぱりちょっと間違うとね、塗膜に傷入れちゃったりとかするので、でその後細い筆で塗り分けをね、ちょこちょことシフトノブ塗り分けたりとか、下のところのポールはシルバー塗ったりとか、あと椅子についてる空気抜き用のね、こう穴があるんだけど、そこのところはシルバーの金具ついてたりとか、そんなの塗り分けていきます、ちょん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 。その金具は、形であるだけで、そう、形である、そこを塗って、モールド、そこを塗ってる、今塗ってるところだね、で、まあ、今塗り終わって、ある程度のものを今度接着していきます。これ何かの乗って、こう革がレザーが擦れた感とかは、いや、それは一応これは新車でできてるから、そこはまあね、ご自身でやるんだったらね、ちょっとこうひび入れてみたりとか、塗装でね、ちょっとやれた感じにしてみたりとか、そういうのはありだと思うね。で、今そのバスタブ側のね、シートだったりとかね、真ん中の部分だったりとか作ったので、今度はインパネ周り、上につく部分を切り出して、で塗装してやっていきますね。細かい作業ですね。またね、ドリルでちょっと穴を開けたりとか、説明書の指示に従ってやっていってますけど、
まあね、手元はね、まあ、いつも通り長尺版も用意してあるので、うん、そちらの方でねゆっくり見ていただいてもいいとは思うんですけど、また黒サフだね。やっぱね、Z の内装はね黒ばっかりだから黒サフばっかりじゃないですかっていうのね、うん、なかなか、うんうん、ね、あのメーターのあたりのね、あのポコポコしてるのとかね絶対かっこいいよね、うん、うん、やっぱりね、やっぱり塗りがメインなんですね。そうだね、カーモデルはやっぱ塗りがメインだね、うんうん、でデカールを、これもちっちゃいんですよね、これちっちゃい、これねシフトノブのね先っぽにねあのあるじゃん、一足二足とか、はいはいはい、あれを貼るとこなんだけどさ、うん、これねちょっとねもうあのこの早送りで見ても結構な時間かかってるでしょ、うん、これね丸いデカールってこのデカールの耳みたいのがついてるんだけど、はい、その耳がねセンターにちゃんと印刷がかかってなかったりすると、うん、0コンマ5ミリずれてるだけで、うん、もう物としてはすごいずれてるのさ、うんうんうん、これ、ね、真ん中に来なくてねすっげえ苦労したんだよね、うん、だからその後ねこれあのデカールの耳の部分をね全部ハサミでね全部切り落としてそれから貼るようにしたの、メーターとかね、うん、さっきすっげえ苦労したからと思って、まあ本当はこれをやるべきなんだけど、うんうん、でも自分がやったらこちゃこちゃになってメーターに貼ったところのデカール上にクリア の, あのエナメルを流してあげて、ちょっとガラスがね表面に入ってるようにツヤっとそこだけさせてあげて、うん、で他の部分インパネルの他の部分はセミグロスブラックで半ツヤだから、うん、でまた細かいとこちょこちょこと塗り分けて、うん、車のねこうね、うん、運転席の周りって結構細かいですもんね、細かいね、そうで、メッキパーツとかもね使ってて、空気取り入れ口とかあの辺はねメッキのパーツついてたりとかして、それも接着はしてあるんだけど、あとハンドルだったりシフトノブはね、木の木目が見える状態になってるので、うんうん、実写がね、それで、明るめの茶色、デザートイエローっぽい色と、うん、それと茶色で木目描き込んで、うんうんうん、木目ね、そうそうそう、うんうん、あれこの頃の Z のあの上のダッシュボードのところって、うん、あれ革かなんか貼らさってるんですか？いやわかんない、いや違うんじゃない、貼らさってないと思うよ、これはセドリックとかはそういうの貼らさってましたよね、うんうん、わあそうなんだ、俺わかんねえや、貼らさってないと思うけどね、そんなような感じの質感ではなかったな、うん、模型はね、うん、実写見て作ってるわけじゃないからさ、うんうんうん、そんでこう接着してって内装完成と、うん、カメラの位置間違って、今日ねマーク忘れてたんだよ、インレットマークあのキラキラしたさシルバーのシール貼るの忘れてて、それをこう内装のあのなんだろう、ドアの内側とかにモールでこう細いシルバーが入ってるね、あれとかを全部そのシールで再現してあるんだけど、すごい、そうで、それがね接着しちゃった後だったからやべできねえと思って一回引っぺがして、それで貼って、こんな感じだ、写真で撮ってもモール見えないっていうね、シフトノブのね、目的ね、そう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 、あ、そういうことだね、はい、はいはいはい、